あまりの申し子と申しますかね、まあこうやってバーディーラッシュ重ねてるときはあんまり人と話さなくなるんですね。これは私と同じなんですけどね。でそれがまあマイペースといえばマイペースなんですけれども、こういうね本当、こんにちは、ね、まあでも一人だけ調子いいのにあんまり何を語りかけていいのかわからないこと時がありますけどね、他の選手たちにね、同伴プレイヤーにですね、私もそういうことはあります。ですから仕方がないんですけども、はい、なんかまあ本当皆さんの協力あってこうなってありがとうございますとね、再三上田さんにはどうもお願いしますありがとうございますって言っているんですけども、あまりの申し子と言いますかね、性格まで私にとてもよくなんか似てしまってるような気がするんで、非常に私もねこう順位は、これはバーディー取って上田さんが打つのかな、ということでですね、このアマリンのね、アマリンモネがモネちゃんがまあ仕方ないんですかね、こういう、すみませんね、わけわかんない投稿になっちゃいましたけど、これ要するに私が言いたいのは稲見萌寧さん、はい、優勝の奇跡ですねこれね。ですからまあ仕方ないですね、マイペースと言われようが一応その日本のトッププレーヤー、これから世界のトッププレーヤーとなっていく稲見萌寧さんですから、はい、頑張ってください。まああまりに徹しているということでね、なんか本当性格まで私に似ちゃったのかなっていうのはありますけどね。皆さんによくお願いしてよろしくお願いいたします。はい。